番大山。今永、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上今永、そしてキャッチャーは伊藤。このバッテリーをタイガース打線がどう攻略していくか。西さん、このあたりいかにピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね。打線が機能すれば相手ピッチャーを攻略するだけの力を持ってますからね。そうですね、その打線は機能してくるんでしょうか。注目です。これが3球目、アウトコース見送っています。同点のソロホームランです。タイガース、卓球高々と舞い上がり甲子園のスタンドに消えていきました。同点に追いつきましたタイガース、1対1。いや、インサイドの難しいボールでしたけど完璧に捉えましたね。そうですね、ベンチではチームメートに祝福され喜びを分かち合っています。見事な打球でした。あっという間にレフトスタンドに8球消えていきました。見事ですよね。果たしてこのままリードを取る展開へと持っていけるんでしょうか。